はい。皆さん、今日のオンラインワークショップへようこそ来てくださいました。今日は、ワードベース6.4のアップデート内容を見てみようという、ワークショップです。まあ、去年からこのワードベースがアップデートされるたびに、その内容を見てみようという、シリーズやってきてるんですが、今回は6.4。先週の頭でしたかね。6.4が公開されて、翌日ぐらいに6.4.1、簡単なパッチももうすでに出たんですけれども、今回はこれを見ていこうと思います。で、今回ですね、更新があるたびに、公式アナウンス投稿がされて、で、それを日本のコミュニティのボランティアの方が、毎回翻訳してくださってるので、またこの、投稿をもとにアップデート内容を見ていこうと思います。今、ズームのリンクの方にも、ごめんなさい、ズームのチャットの方にもリンクを送りました。で、毎回、ワードベースのアップデートは、ジャズアーティストに、ちなんで、こう、名付けられているんですね。今回はシャーディという方で、私はそんなにジャズが詳しくないのであれなんですけど、少しここにシャーディさんの、説明が、書かれています。で、いつもと同じですね。今回また、テストサイトを作りました。で、ローカルでこれを走らせているんですけれども、ワードプレスをインストールしただけです。プラグインも何も入れてませんし、固定ページや投稿も、初期設定のままになってます。ので、このサイトを使って、少しいろいろテストしていこうかなと思います。今回結構なんでしょう。まあ、一番大きいものとして2024、新しいテーマが、パッケージされてますね。ワードプレスもずっと毎年、公式テーマを、デフォルトでパッケージして配布してるんですが、今回2024、新しいテーマが出てます。で、このテーマが、もう、コンテンツがたっぷり。のテーマになってます。これからちょっと詳しく見ていくんですけど、去年の2020って皆さん覚えてますかね？割とシンプルで、コンテンツがあまりないテーマだったんですね。なので今年は逆にいろんなコンテンツをすでに詰め込んでて、まあこれをご自分でこう編集をかけていくとすぐにサイトが出来上がるというコンセプトのテーマになっているようです。はい。まあ、ここに入っていく前に、ちょっとテストするにあたって、ダミー投稿をいくつか用意しておくと、便利かなと思います。で、ダミー投稿を先に私の方でやってもよかったんですけど、私がダミー投稿をどうやって作っているかというのも、簡単に皆さんにお見せしたらもしかしたら面白いかなと思って、今ちょっと2、3分かけてダミー投稿を3つぐらい作って、その後、6.4のアップデート内容を見ていこうと思います。で、ダミー投稿を作るにあたって、私がまずやるのは、アンスプラッシュとか、無料画像を、インストールできるプラグインをよく入れてます。まあ、これが好きなんですけれども、これ、アンスプラッシュ、オープンバース、ピクサブ、ペクセルズから、画像が入れられる。あ、けど、今、自分で分かったんですけど、よくこれ使ってるんですけど、オープンバースがもう、つながってるんで、プラグイン使わなくてもいけそうですね。プラスで、メディアで、あ、こう、こ、今後はこっちの方がいいな。ここで、なんか、写真を追加して、デモ投稿、ダミー投稿ですね。ダミー投稿1として、あとはダミーテキスト。ネット上にダミーテキスト生成器とか、まあそういうサイトがたくさんあるので、こういうサイトで私は、テキストを持ってきています。これも、こちらも一応皆さんの方に、リンクを送りましょうか。こういうものを使ってダミーテキストを入れています。これね。うわ、リンクを貼ってしまった。よし。あとは、アイキャッチ画像になっている方がいいので、アイキャッチ画像に、
メディアライブラリのこの地球入れときますか。これは消しちゃって。はい。ダミー投稿一つ公開します。もう一つ新規投稿作っときますか。ダミー投稿2。で、テキストはまたちょっと変えますかね。なんか適当ですけど、これを持ってきて、ここから直接アイキャッチ画像入れますか？いけない。残念。じゃあ一旦こちらで、オープンバースから、月を入れて、一旦ここで入れると、これメディアライブラリに追加されるので、アイキャッチ画像設定のここから追加ができると。ちょっと回りくどいですね。アンスプラッシュだったら直接あそこに入れられるんですけど、まあまあ、いいでしょう。ダミー投稿3。日本国憲法をもとにダミー文章を生成し、そしてもう一回、こちらに入れましょう。あ、ごめんなさい。なんかここら辺の動きすごい早くやってしまったんですけど、大丈夫ですかね？やってること大体皆さん追っていただけてますかね？投稿のアイキャッチ画像にこれを入れて、はい、公開。よし、これでちょっとダミー内容ができたので、これをもとにテーマを見ていこうと思います。はい、今回テーマについてちょっとこちらの文章を見てみましょう。2024で最高水準のサイト編集を体験してください。この新しく多角的なデフォルトテーマは、執筆者、アーティスト、そしてアントレプレナーという3つの、アントレプレナー、これ、英語そのままカタカナにしてますね。という3つの異なるユースケースを意識して作り上げられました。まあ、ここにまず1つ目のポイントがあるんですけど、様々なユースケースを想定して、一つのテーマの中に、それぞれのユースケースを入れているのが今回の目玉です。多分、従来のテーマの考え方としては、例えば、ブログを書く人用のテーマ、お店を開く人用のテーマ、写真家用のテーマというふうに、ユースケースごとに別々なテーマを作るんですけど、今回の2024は一つのテーマで、複数のユースケースを、カバーできる、そういう設計になっています。どうやってそれをやっているかというと、次です。35点以上ものテンプレートとパターンからなる、高位なコレクションを利用して時間と労力を抑えましょう。そしてクリエイティブな可能性の世界をわずかなカスタマイズで解き放ちましょう。優れた柔軟性を備えた2024はどのサイトにも理想的にフィットします。こちらのデモで確認してください。はい。1年ぐらい前ですかね、ワードプレスの中に、テンプレートとかパターンっていうものが、どんどん、加えられていきました。で、今回は、テーマそのものに、35個以上のテンプレートやパターンが入っていると。なので、自分がページを作り上げるときに、自分でブロックを組み合わせるんではなくて、もう用意されているテンプレートから作るとか、用意されているパターンを導入して作るという形で、サイトを作り上げる。もうブロックを組み合わせる時代じゃなくて、パターンを組み合わせるテンプレートを使うという、そういうワードプレスの時代になってきています。で、そういったテンプレートやパターンが、ブログの執筆者用のものがあったり、アーティスト用のものがあったり、そういうのが用意されているので、様々なユースケースにも一つのテーマが対応できるという形になっています。これをでは見てみましょう。はい。テーマの編集は外観のエディターから行います。はい。で、今これホームページが出てきてますけれども、ここにですね、テンプレートというのがあります。この、サイトには、まあ、いろんなこうテンプレートが用意されているんですけど、例えば、これは、タイトルのないページ。
大体ワードプレスって見出しが投稿とか固定ページに必ずつくんですけれども、あえてそれをつけない、もう本当直で本文に入るような、テンプレートが用意されています。それから、サイドバー付きのページ。ブロックエディターになってサイドバーの作成、ちょっと難しくなったんですね。作り方分かれば作れるんですけれども、それが例えばモバイルでもかっこよく見える、デスクトップでもかっこよく見えるという設定がなかなか難しかったんですけど、今回はもうこのサイドバーありきのテンプレートを用意してくれています。それから画像付きのページ。これですね。今までのアイキャッチ画像みたいなのを残した、そういうページ。といった感じで、いくつか、結構使いたくなるような、そういうページのテンプレートが用意されています。はい、石原さん、タイトルなしページはトップを固定ページで設定したいとき便利ですね。そうですね。ホームページの、固定ページの見出し。数年前まではもう CSS 使って隠すとか、そういうことを多分やられてたんですけど、今はもうタイトルなしのテンプレートがあるので、ご自分でホームページを作ることもできます。はい。とりあえず、テンプレートはここにあるんですけど、今回の、テーマ2024でもうちょっと面白いのがあります。で、一旦エディターを開きます。もうサイトの編集をしようと言って、ですね、この設定を開きます。で、今これ、ブログホームというページを編集してるんですけれども、ここの点3つを押すと、テンプレートを置き換えというのができます。で、これちょっと、たどり着くのがあれなんですけど、もう一回ちょっとやってみましょう。どうやって今の場所まで行ったかというと、サイトをエディターで開きます。で、ここのページをクリックします。で、これですね。右のサイドバーを開きます。で、今これ、ブログホームというテンプレート、というページを作成してるんですが、これを押すと、テンプレート置き換えが出てきます。で、これを押すと、ここに、もう、さっき私たちが作ったダミー投稿、の画像が入ってますけれども、その投稿を使って、他にもこういうホームページが、できますよというのが、ここで置き換えられます。さっき見てたテンプレートはそのサイドバーありとか、名前はついてたんですけど、このテンプレート置き換えを使うと、自分がもうすでに持ってるデータで、じゃあサイドバーありのテンプレートを使うとどうなんだろうとか、出てきます。で、これ、まだちょっと英語になってるんですけど、これブロギングホームテンプレート。つまり、ブログ用のホームページテンプレートを想定しています。こっちはビジネスホームテンプレート。なんかビジネス会社のウェブサイトを想定したテンプレート。ブロギングインデックステンプレート。ポートフォリオホームテンプレート。ポートフォリオ、要するに写真家とか、画家ですね。そういうアーティスト用の、テンプレート。これですね。ポートフォリオ用のテンプレート。こっちがブログ用のテンプレートというふうにユースケースを、想定したいろいろなテンプレートがすでにテーマの中に用意されています。これなんかちょっとおしゃれなんですけど、これ、ポートフォリオ用のテンプレートで、これ私今ちょっと投稿が3つしかないんですけど、投稿がどんどん増えると、ここにこの丸い、角が丸い四角の状態の写真がたくさん出てくるんですね。こんな感じです。これが、今ここに映ってるのが、これがそのポートフォリオテンプレート。で、縦長の写真は実は縦長に出てきたり、横長の写真は横長に出てきたり、けど全部角が丸くて、それぞれが投稿にリンクされている。もうアイキャッチ画像だけでリンクに行けるという形になってます。ここに見えてるのがブログ用のテンプレートです。そのサイドバーついてて、だから、サイトのオーナーの紹介とかがここに入り、こちらに投稿が出るみたいなテンプレートが見えてます。ちょっとここで一旦休憩しましょう。ここまでの説明、皆さんどうでしょう？ついてこれましたかね？石原さん、ページを複製して編集しなくても、
テンプレート化してもらえるなんて便利ですね。ページを含めて編集しなくても。そうですね。なので、もう、今後のテーマというのは、いかに面白いテンプレートが入っているかとか、どれくらい豊富なパターンが入っているかっていうのが、まあ、今後のテーマの売りになるかなと思います。従来のテーマは、一つのユースケースに合わせて、ピタッとこう綺麗にできればよかったんですけど、もう一つのテーマの中に様々なユースケースが入れられるようになったので、じゃあ、いかにいろんなものを詰め込むことができるか、で、それがユーザーとマッチするかっていうのが、まあ、今後のテーマクリエイターの課題かなと、思っています。はい。小鳥さんももう、退出されましたが、2024めっちゃ面白い。帰ったら触ってみますと、コメントいただきました。そして関根さん、ポートフォリオ用のテンプレートが使いやすそう。テンプレートの変更便利ですね、と。はい。さて、石原さん、テンプレートだけをエクスポートできるのでしょうか？ですね。それがですね、ちょっと今、こう、確かですね、どこだ、どこだ、どこだ。今回、これが新機能として入ったんです。サイト間でパターンの共有。パターンをエクスポート、インポートすることができるようになりました。テンプレートはまだなんじゃないかな。ちょっと戻りますね。おっと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 。これ今変更したので変更しませんかって出たんですけど、キャンセルで。あ、違う違う。変更しません。おっとっとっと。もう一回エディターに行きますね。テンプレートを、ちょっと待ってください。これこうなっちゃいますね。テンプレートは、すべてのテンプレートを管理で、できなさそうですね。テンプレートまでエクスポートはできない。けど、もう一つ、まだ見てなかったのがパターンなんですけど、パターンは今回、エクスポートできるようになりました。で、見てください。もう一回サイトエディターに入って、今度はパターンというのを見てるんですけど、今回38のパターンが、このテーマの中で用意されています。で、テンプレートとパターンの違いなんですけれども、似ててちょっと違うんですね。テンプレートというのは、もうページとか投稿全体を、ある、こう、ブロックの組み合わせで置き換えるっていうのがテンプレートです。パターンっていうのは、ページや投稿の中に挿入するブロックっていう感じです。なので、なんでしょう。ページを始めるときにまずテンプレートを選びます。で、その編集をしていく中で、こういうなんかパターンを追加したいなっていう時に追加するのがパターン。テンプレートが大きくてパターンが小さいっていう、そういう認識がいいと思います。で、これもちょっと実際に使ってみましょう。新しい固定ページを作成して、その中にパターンを挿入するのを、やってみましょう。で、最近、サイトエディターの中からもう固定ページの作成ができるんですね。これサイトエディターなんですけれども、固定ページを押して、ここのプラスを押すと、新規のページがもうこの中でできちゃいます。だから、パターンの練習とかっていうページにしましょう。はい。ページの編集。で、続行。で、もう一回これを押して、これはテンプレート変更っていうのはできないんですね。多分これは固定ページっていうテンプレートで開始されてます。はい。で、ちょっとこれを開けますと、タイトルがあって、投稿のアイキャッチ画像があって、コンテンツ。なので、コンテンツ、私たちのコンテンツはここに、書いていきます。で、この時に、ここにパターンを追加することができるんです。ブロックを追加することもできるし、
先ほどやったように画像とかメディアを追加することもできますが、パターンを入れることができます。例えば、行動喚起。何かこうやってください。アクション取ってくださいっていうパターンですね。例えば、これを入れると、このデザイン、この、まあ、これもブロックの組み合わせなんですけど、これがページにそのまま入ってきました。なので、これ英語だとアプリをダウンロード、どのように機能するかなんてボタンがついてて画像も入ってて、これをご自分で作るとですね、多分これカラムブロックを入れて、見出しブロック、これは、リストブロックですかね。リストブロック、ボタンブロック、そして画像ブロックっていうふうに、入れなきゃいけないんですけれども、もうこの、これですね、このパターンの中に、これが全部作成されているので、1個だけポチッと入れると、全部入る。これがもうパターンの凄さです。だから自分でどういうデザインにしようかなって悩んだ時には、後に追加。もうこのパターン集を開いて、何を、例えばこう、お客様の声を紹介する、そういうブロックを入れようかなとか、チームの紹介なんていうのもありますね。ここ、会社の皆さんの顔が入ったりとか、まあ、バナーを入れようかなとか、こういった感じで、もうパーツ、このパターンを導入することができます。なんだこれ。止まれってありますけど、これ入れてみましょう。こういう感じで、なんかおしゃれですね。もう左と右で色が違って、真ん中に画像があって。で、今回のこの2024は、テンプレートとパターンがもう35個以上盛り込まれている。から、どんなユースケースでも、あなたに合ったサイトが作れますよっていうのが一番の売りです。永井さん、変わったフォントですね。そうなんです。今回のフォントも実は売りだったんじゃないかな。これ、あれ、ながれてて、サイコマンドの型をデザインツール、画像、グループブロック、リストビュー、サイト、ブラックの導入。あれ、どっかに、確かフォントも、なんかこれ用にデザインされたフォントだったんじゃないかな。どうだろう。見てみましょう。フォントは、こっちですね。こっちを見ますか。ここのタイポグラフィーでもない。スタイル一覧へ。これ。タイポグラフィーとか、あ、これを押せばいいのか。見出しのフォントは、よくわかんないな。もしかしてこっちで見た方がいいのか？カードというフォントらしいです。こっちに書いてるかな。カード出なかった。なんか、どっかで私今回そのフォントにもこだわりがあるみたいなことを読んだ気がしたんですけど。フォント。勘違いかもしれない。けど、フォントも、多分何かちょっとこう工夫がされていると思います。2024、とりあえずそこまで。その他の、機能も、見ていこうと思います。まず、流れるような執筆体験。新しい機能強化により、コンテンツ作成がスムーズになりました。リストビューの新しいキーボードショートカット。洗練されたリストマージ。リンク設定の拡張されたコントロールをご覧ください。ナビゲーション、リスト、引用ブロックの、凝縮されたツールバー体験では、必要なツールオプションで効率的に作業できます。まあ、これは今まであったブロックのツールバーとか機能をちょっとこう洗練したという感じですね。リストマージっていうのは複数の別なリストの多分アイテムをこう移動する、その操作が楽になったとか、リストビューの新しいキーボードショートカット。リストビューというのはですね、こちらです。これが、
結構これ編集してるときこれを開くのが便利なんですけど、これを一発で開くキーボードショートカットができました。私は Mac なので、コントロールオプション O なんですけど、ちょっと押してみましょうか。コントロールオプション O。うわー、失礼しました。僕自分のパソコンでキーボードショートカットいろんな操作につなげてたので、コントロールオプション O はもう自分で別の操作に割り当てちゃってました。が、皆さんのパソコンで、ここに、今マウスをこう、押さずにクリックせずに重ねただけでショートカットキーが出るので、これを押すと、リストキーが、あ、ごめん、リスト表示が、簡単に出るようになったはずです。はい。それから、リンク設定の拡張されたコントロール。リンク設定、ちょっと見てみましょう。例えば、ここの下に新しいブロックを入れますね。ここにリンクの文字列を入力。で、リンクの文字列にリンクを貼ろうとしたときにこれを押すと、ちょっとリンクをじゃあコピーして、これを入れると、なんか、シンプル？これですか？前なんか、新しいタブで開くっていうのが、ここじゃなかったですね。確かに。何かちょっと開いて、その中に新しいタブで開くっていう設定が入ってた気もします。これですね。このリンクの設定のこの画面がちょっとこうシンプルになったっていう、そういう話だと思います。はい。長井さん、コントロールオプション O でリスト表示の切り替えできました。使用頻度高いですね。はい。よかったです。私はちょっと自分のショートカット機後で見直さなきゃいけないんですが。はい。石原さん、もうワンステップ必要だったのが便利になった。こちらですね。やっぱり新しいタブで開く。もう一個なんかに隠れてましたよね。確かに。これがもうすぐここで設定できるようになりました。はい。もう結構なので、ブロックエディターとか、その編集経験の終盤ですね。これは。本当に磨きをかけて、実際の皆さんのその使ってる経験談をもとに、ショートカットキーをつけたり、ここはもうちょっとシンプルにしようとか、そういう洗練がされてきたという感じだと思います。はい。続いて、コマンドパレット。こちらも、機能強化されてる。今年の、夏でしたっけね。ワードベース6.3で初めて導入された、コマンドパレット。まあ、こちらちょっと、なんだろう。私はベータ感がありました。最初のやつ。あんまり使えないかなって感じだったんですけど、まあ、これも、今後どんどん、強化されていきます。このコマンドパレットは何かというと、これですね。このショートカットキーを押すと、いろいろな操作が、いろいろな操作が、できます。ちょっと新しいページを作って、ごちゃごちゃしてきたので、新しいページからやってみようかな。ですね。コマンドパレット。練習。はい。で、コマンドパレットは、これですね。私の場合はコマンド K なので、コマンド K を押すと出てきます。で、ここから、いろいろな、なんだろう、設定とか、まあ、行動、アクションが起こせるんですね。例えば、日本語で入れなきゃいけないのかな？コード。例えば、コードエディターで開く。これ、何かというと、このページを、この右上の3つの点から、コードエディターで開くっていうことができました。これ、ショートカットキーもあるんですけど、4つもこれボタンを押さなきゃいけなかったんですね。コードエディターで開くと、まあ、こうやってブロックのその裏のコードとかが見えます。まあ、普通のユーザーはあまり使わないんですけど、ちょっとデベロッパーとかですね、プラグインを作成する人とか、カスタムブロックを作っている人は、時々これを見ると思います。で、このコマンドエディターが、
このショートカットキー覚えてなくても、K の、コード、エディターを開くというふうに、できたりします。あとはですね、例えば新規って入れたらなんか出るかな。新規投稿を追加、新規固定ページを追加。もうこれも、この画面内から一気にできるようになりました。さっき私一回これを出て、戻って、プラスを押して、新規固定ページを作ったんですけれども、これがもうこのエディターの中から、新規固定ページを追加ってやると、もうキーボード操作でここまで来れちゃう。で、新しい固定ページを作るときに、どのテンプレートで始めますかっていうのも聞かれるので、おお、じゃあ、どれにしようかな。これで始めよう。みたいな感じで、もう、このペ、なんだろ、サイト作成の流れがスムーズになりました。いちいち、管理画面に戻って、固定ページを追加とかしなくても、もうこの中でキーボード操作だけで、いろいろできることが増えてます。永井さん。変換面倒なので英語入力もできたらいいのに。いや、私もそう思いました。もう一回ちょっとやってみましょうか。K の new とかって入れると、これなんか違いますもんね。新規作成ではなくて、なんか、ちょっとこれはね、日本、ちょっと多言語化対応がちょっとまだできてないかなって感じですけど、グローバルスタイル、違うな。ブログホーム。これはブログホームのページに飛ぶ。そうですね。ブログホームの設定を編集するとか。あとは何だろう。あ、こっからも呼び出せますね。わざわざエディターに入らなくても、この画面で、例えばスタイルを変えるってやると、あ、テーマのスタイルが変えれますね。あ、これも、これもなかなか面白い。グローバルスタイルの変更ですね。あとは、メディア？メディアにはまだいけないか。まあ、ちょっとこれはいろいろ、多分皆さん使いながらお互い情報共有していて、こんなのもできたよっていうのを、共有していくのがいいかなと思います。日本語のサイトも英語で検索ができたらいいですね。いろんなコマンド。今後の発展に、期待していきましょう。はい。さて、パターン、先ほども少し、情報が出ましたけれども、今後の、ワードプレステーマ、このパターンとかテンプレートが非常に重要になってきます。で、パターンが、まあ、たくさん組み込まれる以上、それを簡単にこう見つける機能が必要になるわけですね。そこで今回そのカテゴリー分けということができるように、なりました。ちょっと見てみましょう。これを、じゃ早速コマンド K で、ここパターンってやると、パターンの画面に飛べました。はい。で、これですね。このフォルダ分けができるようになったんです。すべてのパターン38で、行動喚起が7個、お客様の声1個、ギャラリーが5個というふうに、これ全部このテーマで用意されていたパターンです。それから、すべてのマイパターンを管理。パターンは自分で、わ、自分で作ることもできます。ちょっとやってみますか。パターンを作成。パターンを作成。マイパターン、名前は、練習パターンとかにしますか。カテゴリーは、で、これ、もうこの段階でカテゴリーが選べるんですね。これが多分新しいと思います。カテゴリー、なるほど、なるほど。カテゴリー、これ、新しいカテゴリーって作れるのかな。やってみましょうか。オリジナルとかってやると、あ、いけるかも。はい。で、ここの同期設定。これ前回の6.3で導入されたものなんですけれども、同期パターンと、まあ、非同期パターンっていうのがあるんですね。
で、同期パターンは、サイトの中で複数回利用しているとき、一つ変更すると、その利用されている場所全部が更新されるっていうのが同期パターンです。で、非同期パターンっていうのは、サイトの中でこういろいろ複数回使うことができるけど、同期されてないので、一個編集しても他が編集されない。一個一個単独に変えることができるっていうやつです。まあ、今回同期のままいきますが、これカテゴリー、加えられましたね。新しいカテゴリーできましたね。なんか投稿とか固定ページにカテゴリーを加えるのと同じ感覚で、これできそうです。例えばだから、サービスっていうのはもうここに、用意されてたので、複数のカテゴリーにもパターンを入れることができるみたいです。オリジナルっていうのは私が作ったカテゴリーで、サービスがもともとあったやつ。ちょっとやってみましょう。生成。はい。で、まあ、これ、どんなんでもいいんですけれども、カラムに、例えばこちらに画像を入れて、こうして、ちょっとリストビュー開いてみますか。こちらのカラムに、どうしようかな。ボタンとかにしますか。ボタン。あ、ここにもパターンが入れれるんですね。なるほど、なるほど。あ、入れちゃいましょう。すごい。パターン作成の時に、パターンを入れることができる。いいですね。はい。じゃあまあ、こういう、私のオリジナルのこのパターンとし、したとして、これを保存します。保存しました。はい。ちょっと戻ります。戻ります。で、これパターンの画面に戻りましたね。ここを見ていくと、ありました。オリジナルという新しいカテゴリーができていて、私のパターンがここに入ってます。で、もう一つサービスっていうのも入るようにしたんですけど、ありましたね。ここにもパターンが入っています。はい。で、今永井さんの方から質問が来ました。同期パターンと再利用ブロックとの違いがいまいちよくわかりませんので教えてください。はい。ですね。再利用ブロックが同期パターンに名前変更されました。ので、根本的に同じものなんですけど、もう再利用ブロックとは言わず、同期パターンと呼ぶようになったんです。はい。この説明でわかりましたかね。多分今までは再利用ブロックとパターンっていう二つがあったんですけど、これを同期パターンと非同期パターンって呼ぶようになったんです。はい。これ、6.3で多分名前が変わったのであれなんですけど、なので、今私もこう全てのパターンを出して、ここでですね、同期と非同期っていう、そういう検索もできます。同期が、今まで再利用ブロックって言われていたもので、自分の再利用ブロックは全部この同期パターンで編集が可能。で、非同期っていうのが、従来のただのパターンになります。はい。昔ちょっと再利用ブロックを編集するの難しかったんですよね。どこからこう、自分が作ってる再利用ブロックの編集画面に行く、直で行くリンクがなかなか難しいところにあったので、今回このパターンの中からもご自分の同期パターンが全部編集できるようになっています。で、石原さん。オリジナルの部品を作るなら、ブロックをいろいろ工夫するより、パターンで管理していく方が賢いのかな。そう思います。特に、例えば、クライアント用にサイトを作ってお渡しするときに、もうクライアントさんはブロックを組み合わせるってことがない世界になっていくんじゃないかなと思うんです。もう、その私たち開発者が、パターンを作って、とか、テンプレートをもう用意して、で、お客さんに新しい投稿を作るとき、新しいページ作るときは、テンプレートを使ってください。とか、まあ、ページによって、このパターンの中から入れてください。と指示をするようにして、そうすると、お客さんも、かっこいいサイト、統一感のあるサイトを作る。そういう時代になってくるんじゃないかなと、私個人的に思うんです。
もちろん、お客さんが自分で勝手にブロックを入れたりして、何かこう作り上げることも可能なんですけれども、ちょっとワードプレスに自信がないっていう人は、もうパターンを使う、テンプレートに頼るっていう、そういうことになってくるんじゃないかなと思います。はい、永井さん、クラシックテーマでは裁量ブロックのまま、ブロックテーマでは同期パターンということですね。使いま、はい、あ、そういうことです、そういうことです。クラシックテーマでは裁量ブロックのままなんですね。もう私もっぱらブロックテーマしか使わないのであれなんですけど、そういうことです。多分、裏では、同じようなものだと思います。はい。で、ですね。はい。というのがパターンのカテゴリー分けと絞り込み。インサーダーのパターンセクションで高度なフィルタリングを使うことで、より直感的な検索が可能になりました。インサー、ちょっとやってみましょう。また、コマンドパレットを使いますけれども、ここで新規投稿。で、投稿のここで、これがインサーターです。のパターン。ここでいろいろ入れるんですけれども、これが、高度なフィルタリングを使うことで、より直感的なパターン検索が可能になりました。どういうことなんだろう。より高度な検索って何ができるんでしょう。オリジナル。これ、カテゴリーを入れたんですけど、出ないですね、オリジナル。練習とかって入れなきゃいけない。けど、それは、練習パターン出ますけど。チームっていうのがテーマで用意されていたパターンですね。うん。ちょっとこの高度なフィルタリングはよくわからないですけど、カテゴリー分けのことなんでしょうかね。あ、石原さんもカテゴリーから選べってこと、そういうことなんでしょうかね。そういうことにしときましょう。はい。さて、次。これも私、結構嬉しかったです。読んだとき。より多くのデザインツール。拡張されたデザインツールで美しく機能的なレイアウトを実現しましょう。グループブロックの背景画像を指定してデザインに個性を与えましょう。これ、すごいと思います。どういうことかというと、今までは背景に画像を置きたいときには、カバーブロックを置いて、カバーブロックの中にいろいろ他のブロックを入れるっていうことしかできなかったんですね。ただ、今回は、ちょっともう一回ダミーテキストをコピーして、今回はグループブロックの背景に画像を設定することができました。なんでこれ今、段落ブロック2つですね。これを、グループ化します。グループ化して、そのグループブロックの設定を今開くと、背景画像の設定が可能になりました。ちょっとやってみましょう。地球にして。あ、見にくいですけど、背景画像できました。文字をテキスト白くすると、ちょっと見やすくなったかな。で、背景ってやると、この背景は、無視されちゃうのかな？画像が入ってると。これを背景、オレンジとかにしても変わってないですもんね。ここの背景は、画像が入っている場合には無視されるという形らしいです。まあ、ちょっとこれ編集の可能性が増えました。ちょっとここのパディングとか気になりますけど、これは、グループブロックの、設定で変えれるのかな？か、中のパラグラフに、こっちか。これですね。パディングを増やして、よし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 。あ、いいですね、いいですね。はい。なんか、今までは、この画像はカバーブロックで入れて、その中に他のブロックを入れるしかなかったんですけど、もうグループブロックそのものに画像を背景として設定することができるようになりました。それから、プ
プレースホルダーの縦横比を指定して、画像寸法の一貫性を保ちましょう。これは、テンプレートの話です。テンプレートの中で、画像を入れて、ちょっとやってみましょうか。コマンドパレットで新規テンプレートとか作れるのかな？この画面でコマンドパレットが呼び出せません。あらららら。ちょっと待って。ここだと呼び出せる。ああ、管理画面からまだ呼び出せないみたいです。ここで、テンプレート。テンプレートに飛び、一つテンプレートを作りましょう。あ、これもなんか新しくなりましたね。この選択画面。固定ページにして、このテンプレート選択された特定の項目にも使用されます。なんだろう。なんか、今の何だったんでしょう。まあ、いいや。これで新しいテンプレートを作ります。新しいテンプレートを作るときに、ここにですね、例えば、画像。必ずここに、まあ、投稿のアイキャッチ画像が入りますっていう、その、箱を用意することができるんです。実際にここに入る画像は、このテンプレートが適用された固定ページのアイキャッチ画像なので、そのページごとにここに入ってくるアイキャッチ画像は違うんですね。けど、まあ、ここに必ずアイキャッチ画像が入るっていう指定をしました。で、今回新しくなったのは、これです。この、画像のブロック設定を開くと、アスペクト比を指定できます。なので、まあ、元の画像をそのままボンと入れてほしいという指定もできますし、例えばそれを正方形に、して入れてほしい。ちょっと巨大なので、パディングちょっと入れますけれども。よしよしよしよ。パディング、マージンの方がいい？なんか、巨大ですね。あ、まあ、巨大なので、これもしかして、ここで指定できる。200。あ、はいはいはい。なんならここで、ピクセル幅も指定できちゃうんですね。200、200。だから、横長の画像が入っても、縦長の画像が入っても、その固定ページの、アイキャッチ画像がどんな画像であっても、必ず正方形に切られて表示されるっていうことを、テンプレートの中で指定することができました。できるようになりました。で、まず、これ、トリミングされちゃうので、正方形じゃない画像はこう切られるので、余白なしにするのか、まあ、元の画像が全部入って余白ができるようにするのか、正方形にこう引き伸ばすのか、という、そういう指定もここでできるんですけれども、ここら辺の、指定、ここに入る画像は必ずこうなる、みたいな指定は、今回のテーマが、6.4で新しく導入された機能になります。永井さん、レスポンシブでアスペクト比を変えられるんですか？それはできないと思います。レスポンシブで変更するっていうのはワードプレスちょっと弱いですよね。モバイルビューの時はこう、デスクトップビューの時はこうっていうのはないので、ちょっとそれはないと思います。はい。残念ですけれども。あと5分くらいになりました。最後ちょっとパラパラと見ましょう。画像を映えさせる。ライトボックス機能を有効化して、インタラクティブなフルスクリーン画像をクリック一つで試しめるようにしましょう。全体、または特定の画像に適用して表示体験をカスタマイズできます。ライトボックス機能、これが、追加できるようになりました。で、ライトボックス機能は何かというのは、もうこれは見せた方が早いと思うので、見てみようと思います。ですね。私もコマンドパレットを使うことに慣れなきゃ。
こうして、ダミー投稿。ダミー投稿一つ開きましょで、ちょっとページの下に画像ブロックを追加します。で、メディアライブラリーから、またこの地球の画像を入れます。で、更新して、投稿を表示。これがダミー投稿ですね。上にあるのがこれアイキャッチ画像で、下のカクカクしたのが今、投稿内に入れたやつです。で、普通はこれだけなんです。別に画像をクリックしても何も起こらないんですけど、ライトニング、あ、ごめんなさい、ライトボックス機能というのは、これです。クリックで拡大。ライトボックスっていう名前をここには入れてないですね。クリックで拡大というこの設定です。更新。で、こちら投稿を更新すると、今度、これをクリ、今、あ、カーソルが変わったのわかりますかね。プラスの、虫眼鏡になりました。で、これを押すと、画像の画面、全画面表示に変わりました。これが、今回加わった、ライトボックス効果です。これ、モバイルとかで見るときも、結構便利ですよね。なんかモバイルだと画像がすごい小さくなっちゃうので、画像をポチッと押すと大きくなって、あ、なるほど、なるほどと思ってもう一回クリックすると元のページに戻る。っていう、まあそういうことが、使えるようになりました。これですね。例えばこれをポチッと押すと、大きくなって、全画面表示になる。これ、結構面白いんじゃないかなと思います。長井さん、あ、じゃあ、石原さん、ライトボックスの全体の適用のやり方を知りたいです。既存のサイトで画像が数千枚入っているのがあるので、数千枚、すごいですね。ここには書いてないので、ちょっと探しに行きますけど、私の予想だと、グローバルスタイルじゃないかな。つまりですね、これをクリックして、グローバルスタイル、これですね。の、ブロックの画像を押すと、クリックで拡大という設定があるので、ここからサイト全部の画像に一括で、適用っていうのができます。これでいいですかね。これを保存ってやると、ダミー投稿、あ、例えばダミー投稿、さっき私1番編集したんですけど、2番は、ああ、画像がそもそも入ってない。ちょっとやってみますか。ここで、ダミー投稿2を開いて、新しくここに画像を追加したとします。画像を追加したとして、あ、デフォルトでもうここ入ってましたね。クリックで拡大。もう今後新しい画像を追加するとデフォルトで入ってて、単独でそれぞれそれを消すってことも可能なんですけれども。はい、石原さん。よかったですね。これで、何千枚って画像1枚1枚適用しなくても大丈夫です。はい。そして、残り、パパパッと行きましょう。グループブロック名の変更。リストビュー。先ほど見せましたね。左にポーンってページ内のブロックが全部出るんですけれども。グループブロックにカスタム名を設定して、コンテンツ領域を整理し、区別することができます。どういうことかというとですね、こうなってますね。で、例えば、この3つの段落は特別になんかグループにして、なんか意味があるとします。けど、今まではここグループとしか出なかったので、ページがグループだらけになったりするってこともある。特にパターンは、一つ一つのパターンがグループブロックに入ってるので、パターンを使ってページを組み上げると、このリストビューの中がグループだけ。で、今、自分が開きたいグループはどれだって悩んじゃいます。今回、これを、名前を変更することができるようになりました。例えば、冒頭の、文章。文章。保存ってやると、これです。ここの、グループブロックの名前が変わったので、ページのその整理がだいぶしやすくなりました。はい。それから、リストビューの画像プレビュー。
これもちょっと似てるんですけど、ページの中に画像がたくさん入っていると、この画像ブロックってこのページの実際どのブロックなんだろうっていう悩みが出たんですね。けど今回もうここに出てます。画像ブロックはここに画像のプレビューが表示されるようになったので、まあ、これを頼りに、リストビューを見て画像を見つけやすくなったんですね。例えば別の画像もちょっと入れてみますけれども、これを入れると、ごめんなさい、なんか似たような画像を使ってるので分かりにくいですけど、こういう感じで、ここにプレビューが表示されるようになりました。これもまたいいですね。そして、最後、サイト間でのパターンの共有。これ、先ほどちょっと石原さんの方からも、質問があったんですけど、テンプレートってサイト間で共有できますかっていう話で、テンプレートはできないんですけど、パターンはできます。で、パターンをちょっとやってみましょう。これを、どこからできる？パターンビューからカスタムパターンを、できる。例えば、マイパターン。さっき私作りましたね。このマイパターン。これを、JSON としてエクスポート。まあ、JSON っていうのは、ファイルの形式なので、JSON ファイル形式としてエクスポートという意味です。なので、これをちょっとエクスポートしてみましょう。で、これ私のパソコンに今ダウンロードがされたので、ですね、見えますかね。こういう感じです。このパターンの中身が、まあ、こういうプログラミングファイルなんですね、JSON っていうのは。で、これを今度は、他の人からもらったパターンの JSON ファイルを、プラスの JSON からパターンをインポートというのがあるので、これを押して、デスクトップの今ダウンロードしたこれをオープンってやると、オープンってやると、マイパターンに入ってます。あ、カテゴリーもこれ、継承してるんですね、ちゃんと。私、カテゴリーと、サービスでしたっけ？あ、違うな。あ、マイパターンか。あ、じゃあ、カテゴリーは継承してないです。カテゴリーは継承してないんですけど、マイパターン、私が作ったパターン、フォルダの中に、もともとあったやつと、新しく導入したやつがここで、入ってきています。多分名前を変更で、これカテゴリーの変更ってできないんだろうか。マイパターンを管理。ここでするのかな？編集。ああ、ここですね。ここまで来なきゃいけないんだ。まあ、ここで、サービスってやると、サービスが入ったり、サポートっていうのもありましたっけ？サポートはないか。けど、これでまあ、自分で新しいカテゴリーを作って、更新して、もう一回、エディターのパターンまで来ると、新しいカテゴリーができましたね。こういう形で、まあ、パターンを、サイト間でインポート、エクスポートすることができます。なので、これまたクリエイターの方、いいかもしれないですね。もう自分がよく使うパターン、あのお客さんのサイトでも、このお客さんのサイトでもよく使うパターンがあれば、ご自分でそれをエクスポートして、複数のサイトにインポートするみたいなことが可能になりました。はい。で、最後、ブロックフックの導入、パフォーマンス、アクセシビリティ、これはちょっと少し専門的なので、今日は触れないんですけれども、たくさんの更新が今回の6.4で、導入されてます。はい。ちょっとチャットの方見てみますけど、永井さん、テーマの、存在意義が薄くなりそうですね。テンプレートもインポートエクスポートできるようになればさらに。拝見してみると、2024でかなりのことが、賄えそう。で、テーマ作成業者さんがいなくなって、テンプレートやパターンの販売業者が増えそう。テーマ作成業者さんがいなくなって、テンプレートやパターンの販売業者が増えそう。ああ。まあ、ね、どうなんでしょう。これも、先日私参加したワードキャンプ東京で少し話題になってたんですけど、
テーマ作戦の将来はどうなるんだろうかということで、まあ、やっぱりそのテンプレートやパターンを意識して出すことが必要かなと思います。石原さん、インポート者すべてマイパターン行き、そのようです。そのようです。で、カテゴリーは継承されないので、自分で新しくつける必要があるみたいです。制作者はノーコード操作に精通しないとですね、結構触り込まないと自信つかなさそう。そうですね。もう数年前のそのワードプレスの制作とは、だいぶ勝手が変わってきました。まあ、どんな人にもその編集をこう広げる、その可能性を提供するという意味では、だいぶこう、オープンになったんですけど、例えばそれをひっくり返すと、こう、プログラミングができるからこそ、ワードプレス制作、お仕事にしてたみたいな人たちは、ちょっと別なスキルが今後必要になってきそうですよね。いかにパターンをこう整理してお客さんに提供するかとか、そういう形になってくると思います。はい、少しオーバーしたんですけれども、今回の6.4も、新機能盛りだくさんの、まあ、僕個人的にはとても面白いアップデートだったと思います。ブロックエディターももうそろそろこれで、完成かな？まあ、今後も多分磨きはかかるんですけど、来年はすでに、もうブロックエディターメインではなく、共同執筆の、新しいワードプレスの機能中心のアップデートになっていくということが発表されているので、そちらも楽しみにして来年の更新を待っていきたいと思います。はい、永井さん、ノーコードでできるけど、簡単ではないから、レクチャーするサービスとか流行るかもですね。もうまさにそうです。こういうオンラインワークショップみたいな、こういう必要が今後も広がっていく可能性があります。はい。では、今日は、そこまでになります。最後まで、参加していただいた皆さん、本当にありがとうございました。また、今後もワークショップ続けようと思いますので、その時またはよろしくお願いします。では、今日はここまでになります。ありがとうございました。